皆さんこんにちは、Bレジェンド上野です。本日もトレーニングの解説をしていきます。マシンを使ったチェストプレス、マシンチェストプレス解説していきたいと思います。鍛えられる部位としては大胸筋、胸の筋肉、押す動作なので間接的に上腕三頭筋であったり三角筋の前の方だったりにも刺激が入る種目となります。やり方の前に椅子の高さを調整をしていただくことになります。どれくらいの高さに調整するかと言いますと、一旦座ってもらって、この持ち手がだいたい胸のバストトップくらいの位置に来る高さに椅子を調整します。で、調整が済みましたら、このフットペダルを踏んで持ち手を前に持っていきます。ここで持ち手握ってもらって足を離して、で前に、押して戻してを繰り返すような種目になります。はい、ここから注意点です。押す時に力んでしまって少し首をすくめるように動作を行うと、実は肩の故障につながりかねませんので、動作を行っている間は首を長く保つようにして肩を下げるようにして動作を行います。で、肘だったり手首だったりに痛みが生じるというような方もいらっしゃったりしますが、その場合この握ってもらった前腕が床と平行になるように極端にやると肘がこう上がってしまったり、肘が下がって手首が返ってしまったりということになると関節の方に負担が強まりますので、床と平行になるように動作を行います。動作を行っている間、肩甲骨は寄せる意識が強くなると肩が上がっちゃいやすくなるので、お尻と肩甲骨部分は、後ろのシートにつけて少しアーチを描くようにして、で背中の方にも軽く緊張感を持ってやっていただくとフォームとして安定します。このチェストプレスでバーの部分を前に押そう前に押そうという意識が強すぎると、こういう感じで肩を前に出して動作を行ってしまうような方もいるんですが、そうなると大胸筋以外の部分に刺激が入って、なおかつ肩関節にも負担がかかる可能性がありますので、しっかりと胸を張った状態をキープすることは終始意識をして行ってみてください。このマシンのチェストプレス、動作としてはバーベルやダンベルで行うベンチプレスに動きは近くなるんですが、軌道が決まっているのでより安全に高重量が扱えたりというところがメリットになります。肩周りの故障等でダンベルバーベルのプレス系が難しい場合の代替種目として使うのもありですし、トレーニングの後半に持ってきて追い込みという形で使うのもありかと思います。フリーウェイトがやはりそのトレーニングとしておすすめではあるんですが、補助的な位置づけでこういったトレーニングも活用していただければと思います。以上となります。